これは、斡旋の時にそういう、話がありましたので、11月の24日のですね、12月の24日のですね、斡旋の日にですね、そういう話が、向こうからありまして、労働委員会の斡旋委員の方でも、一応そういう斡旋案を出されたんですけれども、それを受け入れると非常勤講師の社会的な地位はますます低下してしまうというふうに判断いたしまして、我々としてはですね、あくまでも雇用を守ってほしいということで、さらなる斡旋の継続を求めたのですが、大同工業大学側がそれはできないということで打ち切ってきたという経緯です。5万から10万っていうのは具体的には、はい、そうですね、一応その斡旋員の方では10万円という、それが一体どういう内容なのかっていうのはちょっとよく分かりません。これまではその契約するときには書面で契約をしてきたわけですか。書面があったり採用されてから事例が来たりいろいろですよ。書面、必ずしも書面で契約してみた。私やった時いくらでやるかということ知りませんでした。だからそれはほぼね、実態は口頭で決まってるというのが実態だと思います。多くがそればっかだと僕の狭い経験では言いませんけども、じゃあお願いします、分かりました、やりますというところで実際的にはどう決まってる。実際はそうだとして、これまでの契約っていうのは書面交わしてますか。書面交わしたことはありません。少なくとも僕が非常勤をやっている上では書面を正式に交わしたことはありません。じゃあその契約とで、その、事例が来るのはですね、その最初の授業に行った時とか、もう授業が始まってからとか、そういう感じになってますので、具体的にその事前にいつから雇用しますという契約書を取り交わすということは、慣例上なかった。やってる大学もあるのかもしれないですけれども、非常に少ないだろうと思います。で、本件に即して言えばですね、その先生がよろしくお願いします、ありがとうございましたと言った時に本来は送るべきですよね、もしそうだったら。そのちゃんとそういうこと言ったら、そういうことは言うけども、正式ではないというのは、やっぱり送ったとか送らないとかという問題であれば、その時に書類を、大学が用意して書類を送るべきだと思いますが、実際にはそういうことはないですし、事実、田島先生が抜けることになりましたよね、今。高森。田島先生という人が、この同僚の方なんですが、推薦した人なんですよ。それは1年やるということで、前期はその人にお願いして彼を紹介すると言って、で後期は彼が高森先生がやるという、その前期の先生も別に何も書類来てませんので、つい最初にやった4月からやるというのに来てますよ。教授会の承認っていうのも、なんか一括承認で、要はそのこれだけ非常勤を雇います、いいですか、はい、いいですというので、みんなで採用するっていうことで、通ってしまうというわけで、特にそこできちんと審議が行われたりしている形跡はないです。改めてね、審議はしてると思いますけど、担当者に分かって、あるいは担当科目のこういう法学、私で言うと法律の科目だから、例えば公害裁判の環境をお願いします、こういうことが来るわけですから、もうそこで大体合意がされれば承認。非常勤講師の内定取り消しと問題はいろいろあるだろうと思います。想像するにそういうのが横行してる、裁判になったという例はちょっと私も調べましたけども、あるかもしれませんが聞いてはいないですね。もう一回言いますけども、大学の先生でそういうことをやるという条件がね、大学の先生でもやるとしても、彼の場合例えば半年でしょ、で10、やったとしても15個まで試験入れて、でその時の講師料というのが15万かそのぐらいなんですよ、実際は。でそれに投入するエネルギーとか費用とかっていうのも、ことは話し合いで解決すれば早いけれども、そういった場合はそれで、これが認められたとしてね、他
か派遣工の皆さんの裁判も起きにくいです。そういうことで認められたとしてもそれだけの来年の期間が来れば普通はもう終わりますよとこういうことを言われればそれで終わりになっちゃうんですよね。だからまあ研究者であれば特別な条件とか経過とかということがあってこれは考えなきゃいけないというふうに思わないと、まあとにかくその半年間のことですからねということになってる例が多いんじゃないか。だから医療研職員の更新でずっと言ってるが途中で打ち切るわけしからんっていうのは私もありますけれども、内定の段階だと聞く問題は、まあ裁判の例は聞いていない、まあ、私の知見が狭いかもしれません。